これじゃやっていくかな。スパロボアルファ実況しっぽりとやっていきます。夜の遅くにね、やりたいなって思った時がスパロボやる時だ多分。あまり肩肘張らずにね、寝る前に、寝る前なんで、見る人も寝る前ぐらいのテンションでやっていただければ。チームの人数が、金はあるけど誰を主力にしていいかわからん状態ですね。これはどうすりゃええんじゃ。ちょっとユニット能力見して。ガンイージはやっぱり宇宙はいいんだ。ガンイージは俺ガンイージ主力あるで。ないかガンイージャーがずっと使ってきたけどな。ビームバズーカを3650ガンイージ強いでしょう。それは強いでしょう。ゼータガンダムを使っていきたいけど消費が重い。全然改造してないの。なんでなの。ゼータ使っていくかな。どうしよっかな。てかほとんどこっちにいる連中育ててないな。さては試作1号機もこんな、試作1号機無駄に育ててる。どうすっかな。何が最適解なのかがわからない。育て方の最適解はよくわからない。ここまでジャイアントロボダミーだったからな。ジャイアントロボなき今、チームをどう組み立てていいのか。パイロットの乗り換え。例えばオデロとかなんか乗れる機体ないの。ない。リガズイとかあるかなと思ったら、リガズイもない。こりゃ。ジムキャノンに乗っとる場合か。うわぁ、本当にどうすりゃいいんだって感じだな。いや、主力として使えそうなのが実際問題。ガンイージぐらいでは。焼け石に水だな。ユニット改造しとこう。ゼータガンダムがどうしてもこれ主力になっちまうわ。3発撃てる状態にしといて、焼け石に水であったとしても、まあ、ちょっとゼータを主力として使っていくしかないね。強化パーツで見たときは、例えば V ガンダムは、うわーいっぱいあるな。いっぱいありますね。とりあえずあんまり落ちないでもらいたいが、ではこんなとこだろうか。バイオセンサーでアポジモーターかな。試作1号機には速さは欲しいけどそこまではいらんが、落ちても困る。ハイブリッドアーマーどっちつかず感は否めないな。ファーブースター、ばっかりは落とせない、落とさせられない。テムレイの回路ってなんだっけ。射撃地の修理費か。どうなんだろうな。どっちつかずな感は否めない、否めない。こっちをブースターにするか。でメタスの方をメガブースターにするか。何を言うとるんだ俺は。こっちをメガブースターにしようと思ったんだけど、ブースターがもうないね。
こっちをメガブースターにして V ガンダムをブースターにしようと。まあ、ポートフォーティングでいいや。これでいきます。はい、次のマップ。ちょっと時間食ったか。5分かかるね。この武器のうんちゃらかんちゃらで5分かかるのは良くないね、良くないね。これがリアミリティアの戦艦リンホースジュニア。あれ、リンホースジュニアの改造した？してないな。てかなかったな。まあ、時代が全然違うからな、リガミニティア。V ガンダムの時代って、地続き、宇宙世紀と地続きだと何年ぐらい違うんだろうな。とりあえず宇宙に上がろう。宇宙に上がらないと、活躍できない連中が結構いる。ビクトリータイプのガンダムも搬入される。でもあのビクトリーは当部今までのものとは違いますよ。あれは V ガンダムヘキサ。指揮官用に通信機能が強化された機体だ。オリファー。まあ、ろくに連絡も遅れないから心配したぞ。あなたこそ、お互いまたこうして生きて会えたのを喜ぶべきか。マーベットさん、この人は。オリファー・イノエ、リガミリティアのパイロット。V ガン勢が騒がしくなってきたな。V ガン勢が。ええ、そうよ。ウスト・エビンです。まだ子供じゃないか。よく言われます。でも彼やカミユ君は民間人で経験も少ないですが、優秀なパイロットですよ。ウストとカミユってどっちが若いの？感覚としてはウストの方が若いって感じですよね。ちょっとエアコンつけよう。十分涼しくなってきたはいいんだが、外も含めてだからね。窓開けて寝るけど、さすがにいいと、ど深夜に実況しているから外に声が漏れるのも風が悪いってやつだな。風が悪いって標準語なのか。風が悪い、うちのばあさんがよく言って風が悪い。ところでゴメス艦長、エウーゴの新型機はどこで受け取るんです？エウーゴの新型機？そんなもんが。タイタン3が来るんですかね。もしかして。あんまり使う気がしないぞ、タイタン3。ギャリソン解き出した。以後、お見知りおきを。以後、お見知りおきとって。誰が最初に言ったのかな。最近あのナルトの YouTube でまた見てたら、あれが言ってた。あのウチハイタチとウチハサスケ、イタチと星がキサメが現れる回でなんか言ってた。星がキサメが言ってた。サメの人の方。アルファあれだな、セリフが長えな。ちゃちゃっと入ってほしい。ちゃちゃっと。スパロボ F の頃はこんなことなかったよな。こんなに文章長くなったよな。これをしっかり楽しめってことだ。なかなかな。なかなか難しいんだよ。なんかスパロボのこの喋りの部分をさ、楽しむってのは。これだったら我らが、奴らが攻撃してくる前に何としても宇宙へ上がらねばならん。つまり2時間で出航するまで、うんとんかんとん、つまりそれで襲われてくるから、バニング対。はい、わかりました。ほら、カルルじっとして。カルルって誰？ダーダー。ダメよ、動いちゃ。おむつ置かれないじゃない。こういうの挟む必要あんのか。もうストーリーだけ進行させてくれればいいんだけどな。ストーリーってか、ストーリーじゃない、それじゃない。その、あの、選曲に行くまでを優先してくれたらいいんだけど。子供の出てくるこういうシーンが、もう、なんでその、必要かってな。まあ、ハドロッコシーン。でも戦艦の中とは思えんな。あんたも随分慣れてるな。なーにってことよ。後で部屋を割り当ててやるからな。以上で今回の作戦の内容を終える。
作戦の方をしっかり話せや。おむつの替えるのどうのこうのにも作戦の方をしっかり教えてくれ。作戦の方はね、じゃないと戦いようがないから。ニーナさん、だったら俺が手伝いますぜ。結構です。私裏口に頼んでいます。そうなんだ、冷たいこと言わずに。終わりました、手伝います。待機命令が出ているので格納庫で作業して構いませんか。そう、裏姫、先輩に対する遠慮ってもの知らねえのか。なんと可愛い子ちゃんね。注意、私の部下は全員が美人で、しかも美人揃いだ。オリファー多い、圧戦してる。ただし全員が相当なジャジャマだ。彼女たちの相手をするのは大変だぞ。圧戦している。バニング正体はおっさんバカだからな。いや、見てない。宇宙戦闘用に。そんな期待があるものか。なんか時代がオーバーテクノロジーすぎて、なんかね、ゼータの機体を宇宙用に換装しなくて。ここ固まるときに、そう、あれは神一発で当たった。さすがニュータイプ。神どこへ行くの。香港シティ、カミーユと来たらあれか。フォー、村雨。一瞬出てこなかった、フォーの名前が。軽妙な、まるでカラオケのような BGM が流れている。白鳥？白鳥は飛んでねえだろう。飛んでんのかな。難しい名前だな。仕方がないわ、そうつけられてしまった。村雨研究所の4番目ってことらしいで。どうしてさ、顔に書いてあるわ。神の名前がどうのこうのって言うけどさ、4に比べたら全然名前の付け方がちゃんとしてるよな。え？本当のこと言おうか。あなたの行くところならどこへでも行くよ。え？どういうことやね。おちょくられてますね。任務、ほう。はい、こちらカミーユ。カミーユ聞こえるか。こちらバーニングだ。バーニング隊。リンフォースにターズの部隊が接近中だ。ターズに帰還しろ。でもここは連邦政府の特別保護地区で、戦闘行為が禁止されているはずでしょう。ティターズにそういう理屈が通用するものか。だからこそ我々に待機命令が出ていたんだ。今はパイロットが足りん。すぐに戻ってこい。了解。いや。地球人同士で争ってどうする。人間同士で。任務。やっと戦えそうだな。この4は仲間として取り入れることはできるんだろうか。呼んでいる。あの黒いマシンが私を呼んでいる。ああ、サイコガンダム。香港シティ。香港って中国だっけ。香港は中国だよな。台湾がと香港が混同する。一緒になる。どっちがどっちか行こうかな。バイアランとギャウ。バイアランとあれなんだっけ、こいつの名前で。これギャプランか。でロザミアとフォーの関係がよくわからん。あんまりゼータガンダム実はしっかり知らないんだ。フォーという名は村雨研究所の4番目の研究、村雨研4番目の強化人間という意味だったな。よし、前期イガミリティアのその説明台詞言った。
ブラン少佐、市内との戦闘は極力避けろとの命令ですか。かまわ、もはや特別区の恩恵にすがって生きているような生きるような時代ではないのか。はあ、それをティターンズが言うのか。言うほど正当防衛と言えるのかな。ボコボコにしたらやっぱ正当防衛じゃないんじゃないのかな、気がするけどね。ボコボコにしちゃうよ。いや、しかしメンツが、メンツが弱っちい。8分、8分超え、8分であればボコボコに。きー、ちょっと戦力差が、ちょっと戦力差がある気がしますが、まあウストに頑張ってもらうしかないな。ちょっと出す位置が悪かったね。パロに加速をさせてもいいものか。いいね。あ、最悪こいつは攻撃できる。ハイパーメガ粒子砲がある。よし、地上に降りて大丈夫か。オリファーは地上ダメだもん。なんで V ガン系は地上に降りられんのだ、こいつらは。戦力として期待できるのはガンイージとゼータガンダムって言おうとしたら、そういうゼータがいねえ、ゼータがいねえ。これほんと負けるぞ面白いな、本当に負けるぞこれは。ヒュッキバインマーク2は初期から全く改造してないし、これでもしも上の方から敵に攻撃されたらひとたまりもない。なんならメタスも戦力だな。敵の数が多いっすな。ちょっと多すぎるっすな。おう、シュラク隊。いや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 、シュラク隊が来たところでだな。ガンブラスター、ガンイージ、そしてガンブラスター期待。 SP を50回復、すごいな期待は。これガンブラスターがいるからガンイージ育てなくてよかったなと思えるね。それだけは言えるわ、それだけは。だよな、ガンブラスターとガンイージを見たとき、ガンブラスターは、まあ、ビームバズーカ17だけど空飛べるからね。ガンイージ空飛べないのに空 A だからね、地上で戦うしかないからね。そう考えるとまあこれでいいんだけど、ビームキャノン落ちるよな。いや、よし、当てに行こう。集中がない。最初の戦闘とは、うわ弱っちい。これ本当にことだぞ。ゴメス艦長の命中がまた怪しいし、誰から落とせばいいんじゃ。この域内に入っているのはバイアランだけか。リンフォースジュニアを見せよう。逃がすぞ。おお、かっこいい、かっこいいっすね。細っ。
歌を忘れてしまっている。ここからでは反撃できん。終わりのないディフェンスしか覚えてない。ディフェンスでもいいよ。Stand up to the victory。あんまり覚えてない。またうろ覚えになってる。しまった。直撃？直撃か。なんで直撃するんだよ。そんな強かったか。もしかしてビーム兵器は減衰するとかあんのかな。距離によって。そんないらない原作再現がある可能性があるな、これは。もしかしたら。あ、ま、間違えた。連打した。狙われる。でーねねでーね。打ちがるい。こんな声出ねえ。まだだ。まだこれからよ。勝利者などいない。なねなねだねねねね。もう気になるから調べよう。マンウィズディスティニーだったかな。 I got the burning heart 今輝く。大体うろ覚え。オリファーってさ、何なの？オリファーって何なの？こいつもあれか、宇宙 A タイプだな。オリファー自体は射撃の方がうまい。じゃあ射撃させとくか。まあ射撃は悪くないな。射撃の腕は悪くない。バーニーハーと言ってたのに。落ちろ。ただまだだ。まだこれからよ。歌詞を調べて。こいつで決めてやる。激しい雨が心を震わせるじゃん最初は。避けちゃってる。信じてるのさか。終わりのないディフェンス。これあれだな、あのカラオケ行きたいときにさ、スパロボ開けばいいんじゃないかな。倒せんわ。倒せんわ。どっちも倒せんよこれ。当たれ。よし。よしよしよし、いい感じ。こっから主人公の大活躍劇を。努力あるかな。チャクラムシューター撃てん。あ、でも22レベルか。なんかすごく全然使ってないイメージだった今。普通に前線で使ってまして、めちゃくちゃ経験値入った。なぜだ。裏木が努力じゃ倒せんだろうな。ウッソもか。ウッソにこの状況を何とかしてもらわないといけないんだけど。効かねえ。1780。でもまあ一撃ギリギリいけるか。努力。裏木頼む。裏木直撃させる。なんか色変じゃね。もっと青いよ。試作1号機しまった。直撃か。
おほ、なぜあんなに効いたんだ。まあ特殊技能はすごいな、素晴らしいな。特にメタスにさせることはないです。いやきついって。そうかそうか、敵さん全部リニーフォースジュニアを狙っていくからこっちには目もくれないのか。まあ、ある意味ありやすいけどな、これ全部落とすのは多少じゃなく骨が折れるぞ。マーベットさんビームバズーカで切り払い、ほうほう、いい。お、神湯来てくれた。話はずだ、警戒をしてくれ。神湯も、とにもかくにも神湯はもう向こうの人たちをやってくれないと。4マス、まあこんなとこだろうね。行ってもらおう。倒せ。ギリ倒せん。ギリ倒せん。これがいい手かどうかはちょっとわからない。やめとこう。目指していこう。目指すには幸運があるから。手を満たすには幸運があるから、これで 76% か。83、これなら当たる、これなら当たる。よしよし、ビームバズーカを使う。いや、ビームバズーカを最後に使うとしたら、76%、やめき。おかしいな。これで一発で倒れんな。オリファーでちょっと削る。これで 85%、 これでまずちょっと怪しいな。いや、倒せんな、倒せんな、倒せんな。 63% 狙撃しても多分変わんない。でもどっか 63% なんてこんなに食らわん。不思議なぐらい効かないな、不思議なぐらい。ビームサーベル努力ないからこれしかないね。マムチさんが強いですね。これで2200裏切りやれるかな。別に裏切りの戦闘を見せなくてもいいか。なんか倒せるか微妙なところな感じがしたからつい。当たれ
当たれ。背景がしょぼい。多分倒せる。しまった。おお、いいですね。熱血。こんなところで、ここも実は悪くないと思うんだよね。チャクラのシューター 100%。 ちょっと削れてたらいいんだけど。ああ、熱血必中。効かんわな、効かんわな、そりゃそりゃ効かんわな。こんなに効かんでええんかって言われ聞いてないな。ちょっと道を開け。効かない。効かない。あれ？これじゃチャクラムシューターでも死なないんじゃないかな。死なんな。絶対死なんな。どうしよう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 。熱血使うか、ここで。使えそうだな。これは致し方ない。致し方なし。2700。まあ使ってよかったでしょう。ビームライフ、ピンパズーか。 63%。 なんでや、なんでや。攻撃できるか。いやー、弱いなー、弱いなー。こいつも激励がある。こいつはみんな激励持ってるからな。さては、うまく使うともっと強かったな。ちょっと戦い方が悪かった。気合、気合。当ててほしいが 65%。 うん、まあまあ。でねね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 ね、幸運があるな。うまく使えたら狙撃。いや、ダメだ。使いたいけど使えない。4体も残したけど、まあいいか。よし。そこに最後ガンダムが出てくるか。どうすっかな。ゼータは向こうに行かせないかんだろう。そしたら、お強っ。当たんねえか。おお、いい調整をした。今いい調整をした。うまいですね。艦長の腕がキラリと光る。あれ
誰か幸運持った人いたよね。この人か。コニー、コニーか。幸運。これで、これが倒せる。77%。まあ狙撃ぐらいしかないな。よしよし。まあよし。誰に取らせればいいんだろう。一番平凡なそうなのに、平凡そうなのに取らせてもしょうがないか。激励があるだけでも貴重。ペギー、必中がある。必中がある方を優先します。したいけど来てくんねえかな、近くまで。まあ来るっしょ多分。これで激励があるからちょっと近くに寄りたいけど、間に合わんかったら間に合わんかったかな。悪くない悪くない。裏木の気力を上げとく。熱血があるから多分こちらが多分次のターンぐらいに移動してきてくれると思うから、まあまあ、こんなとこかな。こんなとこで。よしよし、来てきた。うえ、それは予想してないぞ。これは割と予想してないぞ。防御か？回避したら死にそうなんだよな。行け！人形のくせに。全然あれだな。分かり合えてなかった。分かってなかった。ニュータイプってものが。どうしたことかな。落としてんか。説得はできない。あ、説得がある。よく君は言った。やめろフォー。うい。説得意味なし。どうしようこれは。アッシマーが邪魔だ。多分次のターンで来るってことはないと思うから、もうちょっとおびき寄せよう。
水の中に隠す。シュラフ隊を水の中に隠す。あとは射程内に入らないように位置を調整していく。アッシマーの射程内に入らないように。これはちょっと浮いてんな。ここかな。これでかな戦ってみるか。いや防御かな。いやいけるいける、ギリギリいけるはず。やるしかないならやるけど。人形が落ちてしまえ。怖さの方が上回るな。いやすげえ、シールド防御率高い。シールド防御してなかったら下手したら死んでたぞ今。あたれ。この近距離でハイパーメガランチャーを。ビームコーティングがある。これは落とせんぞ。ほんと説得して帰ってもらった方がいいんじゃないかな。あ、まだ説得ある。2段階説得。フォ、お、帰ってもらいました。お帰りいただきました。そんなことになるんだ、知らんかった。熱血必中いけるね。手法発射。主楽隊の人をうまいこと配置して激励を使おうと思っていたんだけど、ちょっと間に合わなさそうだな。何この辺ビールだ。このパワーがあるのか。さっきからゴメス艦長の調整ぶりがすごいな。当てじゃないんだよ。でなくない。誰で倒してやろうかな。努力持ち。熱血があるからちょっと使えないな。精神検索努力。俺とこうしかない。じゃあ幸運持ちかな。期待 SP 回復か。あ、そうか、 SP 回復するんだったら別にこうでもこっちでもどっちでもいいな。いや、嘘にやらせよう。幸運あるし。ビームライフルの 89%、 ビームサーベルが 90%。 ビームサーベルか。あなた死みたい人がいるから。ウイクやカサレリアはジオンの攻撃を受けてしまったんだ。なぜブランにそれを言うんだ。嘘敵が来るぞ。
すごい下からの絵だな。頼むぞ。バカの。よしよし。サイコガンダムを返しちゃったのはあれは正解なのかな。果たして倒した方が良かったんじゃないかな。うわぁ、めちゃくちゃ。さてどうする。マーベットさんではな。ひらめき使わないと怖い。タタタタタタタリー加速。もう加速しか残さないとな。あえてちょっと遠距離かな。あえてちょっと遠距離だ。ボトムアタック。これ下手したら死ぬか。つまりボトムアタックした後の状態に。反撃を食らうわけだから。そう簡単にやられませんよ。おお、聞いてる聞いてる。どんな状態で受けるんだ。お、その状態で。あ、なるほど。直撃だと。オリファーさん、2回死ねるのずるくない。なんとかギリ生きてる、ギリ生きてる。熱血ひらめき必中。しかし欲を言えば幸運持ちで倒したい。幸運持ってるやつこの中で誰がいいんだ。精神検索、幸運、ファか、コニーか、マーベットか、ハロかってことを考えたらハロかな。こうしたらさ、二人のあれか。そうか、そりゃ強いわ。シャクラムシューター 21%、 ちょっと怖いな。か、撃ってみるか。久しぶりにこの曲聴くな。1700しかないからな、HP が。神装甲と言っていい。何もない。やっちまった。9000の金が。やっちまった。倒さんと思ってた。裏切り思いのが強かった。何この人。
紹介遅れちまったな。ロンドベルから一体から来たベルナード・モンシャ注意だ。モンシャ注意。モンシャって言うほど女好きだったっけ。そんなキャラだったかな。ヴィーガンをなんかそのショタショタオネショタものとして見たら、いやダメだな。オネショタしてものとして見るのもまた辛いか。おさっと入った、スッと入った。改造し放題だぜ。ウェイブラスターじゃない、ガンブラスターを育てたい。ビームバズーカは強いしな。ただ問題はガンブラスターには、あ、ガンブラスター3つ装備できる。これは強力ですね。よし、じゃあ今日はここまで、今夜はここまで。早かったね。思いのほか早かったね。遅い中で早かった。セーブ容量が全然ないな。スパロボの実況は、まあ実況としてはまああれなんだけどさ、機体の武器の武器集を一つ、銀霊タイプ2に、銀霊ロボタイプ2の動画を上げてるんですけど、あれの伸びがまあまあ悪くない。実況はクソみたいに伸びないけど、あっちの方の路線にシフトした方がいいんじゃないかなとかちょっと考えてた。まあでも、まあわかんないね。あれ撮るの大変なんだ。どっちが大変で楽しいことをしたいか、楽しい実況をしようと思ったら、楽しい、自分として楽しいのはどっちかって言ったら実況をしてる方だってことだな。まあいいや、この辺の話はカットしよう。今度また。